おっす、愛媛支部野本です。自分の組手スタイルは、とにかく下段です。下段で相手を倒すのは理想ですけれども、倒せなかったら下段で相手の心を折る。で、心を折ったところで他の技で、ダメージを蓄積して相手の、相手を倒す、そういう組手を信条とします。おっす。はい、自分 の得意技下段回し蹴りなんですけれども、下段で、蹴りの中でも、一番有効得意としているのがですね、相手の構えた相手の内股への下段、特に、自分の右の内股への下段を相手の右足の奥足に当てる下段を得意としております。まずそれを、そのためには、構えた中で相手の内股ですからなかなかスペースがありません。スペースがないので、そのいきなりバサッドンと打っていっても膝をちょっと締められたりふっと締められたりすると、まず当たりません。で、それを当てる段階でですね、まず相手の意識を下段の中でも前足外に持っていきます。ここの前足に持っていきます。それもいきなり効かそうっていう技ではなくて、いきなり効かしてガツンと蹴っていく技だと相手も、当然受けますし、なかなか入りませんので、相手の足をどう言いますか、ボクシングの左のジャブ的な要素、ガツンと弾くような感じね、ガツンと腰を入れて蹴るんではなくて、もう軸足は全く返しません。返さない中で、まあ、基本膝のスナップですね、スナップを効かしたこういう受け、パンパン連続で、例えば左も内も一緒です。パンで軸足をほとんどこう返すことがなく、蹴る下段で相手の意識を前に持っていかします。で、前に持っていかす、パンと意識持ってきて嫌だったら、例えば受けにすね受けをして相手は足を上げたり、逆にここ蹴られて痛かったらぐっと力を込めて相手の自分の足のダメージを、受けないようにする、そういう動作が相手に働きます。そこで初めてドン、ね、相手のお足をドーンと蹴るように持っていくように心がけています。で、相手の奥足を蹴るときにもう一つ重要なところなんですけども、自分の体勢です。自分の体勢が、体重が後ろにこう後ろにかかった状態で蹴ってしまうと当たっても効きません。足先だけの蹴りになってしまいますので、自分の意識をとにかく、まあ、ある意味前傾というか前に持っている、ね、前に持っていってぐっと前に持っていったところから蹴り抜くイメージ、この位置からぐっと蹴り抜くイメージ、それを持っています。それと、内股の、当てどころですけれども、まあ、基本いろんな、まあ、内股広いですから当てるところあるんだけども、自分の場合はまずここですね、膝の内側の薄いところです。ここにほとんど筋肉がありません。ここをまず狙います。ここを狙っていくことによって、下段というのは外を蹴る筋肉があるところを蹴ると蓄積で相手のダメージだん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 蓄積していくんですけども、ここだったら一発二発で相手の足を、効かすことができます。そういうイメージを持ってやってます。よしよし、はい、実際相手を立ててですね、相手にどのようにして、技を入れているかを、実演したいと思います。よろしくお願いします。よしよし、よし、いかめて、はい、この位置で、組手の始まりの中、さっきも言ったようにいきなりガツンと持って、ちょっと受けてくださいね、ガツンと持っていこうとすると、ね、なかなか本来相手も、ダメージ受けたくないですから、まともに入ることはありません。その中で自分がまずやること、ね、自分がやることはスナップです。もう本当にパチンパチンという形で中の相手の足の芯に効かすような下段ではなくて、相手がグッと反応するのがちょっと遅れるような、構えたらパンパンみたいな感じで相手の意識をこちら側に持っていかします。外でもいいですし前でもいいです、とにかく当たると、自分の流れの中で当たるところで相手の意識を持っていかします。そうすると相手の気持ち、ね、こちらへの意識、相手の奥足への意識っていうのは薄れていきます。で、薄れたところでと打ち込む、ね、この位置で相手の意識、その中で大きな技を
相手に打ち込むように持っていきます。で、相手の内股への攻撃ですが、先ほども言ったようにここの膝の内側に持っていきます。こちらに来てくれて、いかがいたいち、相手のここです、ね、この上ではなくて、上だと、どうしても狭くなってますから、なかなか当たりにくいというのは、逆に下だと、周りが遠くもなりますし、当然、なかなかこちらのすねとか巻いても強いですから、効きません。ここの、相手の膝の薄いところを蹴る、持っていく、蹴るイメージ、それを弾きながら、蹴っていくわけです。それともう一つはですね、回し下段蹴りなんですけども、どうしてもこの相手の左足へ内股蹴ろうとするのは回しても当たります。大きく腰を入れて回しても当たるんですけども、右この奥足に対しての、下段っていうのを回すと、ね、ここに当てたいのにこっち側に引っかかったりスッとして半減したりします。ですから、さっきあの前足ジャブ的に蹴ったのとほとんど一緒なんですけども、下段奥足の下段を蹴るときには、軸足は返しません。通常回し蹴るときに下段蹴るときこう腰入れるようなグッというような足首の返しは全くありません。このままです。この位置からバンと持っていく、そういうのを意識します。それと先ほど言ったように自分の体勢が遠く腰、体重が後ろに残ったままだと足先だけの蹴りになってしまいますから、できるだけ蹴るときにはグッと自分の体勢も中に持って、相手にドンと頭を本当相手にぶつけるような気持ちで持っていくように心がけています。よし、よし、はい、右の内股への下段、先ほどはあの下段の、つなぎからの、内股下段、端からの下段を、つなぎましたけども、次は突きからの、下段、内股下段への、つなぎを説明さ させていただきたいと思います。お願いします。よし、押す、締めて、よし、よし、この位置で当然相手も、攻めていきます。で、あの先ほどの説明の中でもありましたけども、自分の体勢が後ろになる、体重が、ね、後ろにかかった状態で内股をやっても相手には効きません。例えば相手が突きをついてくる、それにこの状態で出そうとしてもまずダメージ、当たっても足先がトロックから当たりますけども、当たっても技は効きません。左も同じ、ついて自分が崩れている、当たっても、ね、まあこの状態で当たってもまず効くことはできません。それをまず相手の動きの起点を制するために自分がまず入っている。当然左の突き手だけで出すっていうよりも体を相手に預けてしまう、押すんではないんだけども相手にグッと預ける。でその中で、まあ、打たれた相手下がる場合もありますけども、試合の熱くなった状態の中で打たれればそれに対抗しようとして相手は踏ん張ります。グッと、ちょっと踏ん張りますね、グッと踏ん張ります。踏ん張ったところでドンと入れてやる、ね、踏ん張ってグッと踏ん張ってグッと体重がかかる、それを瞬間グッと崩した状態で持っていくと相手に一番、効く状態、ね、その力が抜けた状態よりもここからグッと瞬間的ですね、瞬間的に耐えた相手をグッと崩した状態で内股の下段をつないでいくと一番、相手に対して効く状態で入れることができます。はい、よし。